演武開演。どうも、本日はちょっと主要で出かけていて、こちらの頑固屋というところで夕食を取りたいと思います。なんといっても目を引くのはあの看板の近くにあるこちら、エビフライが名物のようですね。というわけで本日はそちらを食べたいと思います。来ましたよ、その噂のエビフライ。なんか想像してる以上にすごいです。これ丸ごと行くのが好きなんですけど、丸ごと行ったら間違いなくこぼれそうですね。これはそれに上の方も残さずにというのも慎重なんですが、ちょっと切ってみましょう。おっと、こっちは殻ですね。身の方はぎっしり詰まってますね。ちょっと正直ビビってます。たっぷり入ってますね。ではいただきます。萎縮しそうな大きさですけど、それだけに美味しいです。あの大きさなだけにエビのプリプリとした食感と旨味を噛むたびにさっくりとした衣の音とともに堪能することができて、とっても美味しかったです。タルタルソースも甘めでエビとよく合っていました。本当に食べ応えがすごかったですね。これはご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武宣言。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。